帰ってきましたよ。お疲れ様です。さっちゃん帰ってきましょうか。はい。じゃあそしたら味は南蛮漬け、次南蛮漬けすっきんが片栗粉、それから油張って温めてください。ほんで味噌汁がすっきんが、ほんだし、それから味噌、味噌としんどき、うん、でまた追いかけようというか、ここ油、ここ油するよ、味噌汁をするよ。でお皿もじゃあ準備もよろしくお願いします。じゃあまずは鱗が入ってきます。はい。さあね、しょぼい超過でも美味しく食べれる。でもね、ぶっちゃけてさ、しどいとこだいぶ濃いですからね。ちょうどよかんばいの量と思うよ、うんうん、ちょっと足りんぐらいかな。一人焼きも十分すぎるぐらいですね。一人焼き小石こつって書いたらね、バムシャクでくっけんね。そうですね、嬉しい。買わんで済むけんね、うんうん、この包丁意外と切るね。おー、これはどうか取れたやつかにゃ。バレた。味は南蛮漬けです。さ、鍋のさ、この太ことしかなか鍋は、なんか何番作ったっけ。ね、南蛮漬けのだし。だし、うん、どう、どがせんばかにゃ。フライパンです。あ、フライパンでしょうか。フライパンでいいよ。日本で多い目分量。そういう料理できる人のあれですよね。はは。ケンコちゃんね、いつも食べれんけん、今日はね。今日はね。いや、なんか最近美味しいところばっかり。商売ね。一応苦労もせんで、美味しくも食べようことだけにする。あ、美味しそう。何の？あらかぶ。あらかぶ？もう？もう？おかしくないそれ。かぶりつく？これ食べるか、胃袋かなんかやろうか。食べれるんですか？食べれんやろ。この間はね、スンプンチでね、肝醤油食ったもんね。あ、今ね、あ、今だ、結構じゃ見とらんやろ。はい、写真は見ましたね。肝醤油やばかったね。結構じゃ食いくべきや。絶対見て後悔すんでって言ったもんね、私ね。絶対後悔する。絶対ミランドコ。絶対後悔。ミランドコ。ミランドコってどうかと思うんですよ。ミランドハロー。モデルさんですか。写真は。あ、ひどい。逆よ、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 これ危ない、これ危ないよ、怖いね。素揚げになるとこですね。危ないよ。今日はスンくん家で飲めるよ。飲めるよ。おー、パーティーですね。僕は飲むよ。パーティータイム。そして、生後を取り除き、ガンスって頭すぎてね、面倒かっちゃう、実はね。内臓取りにくかっすね、この終わり方する。首のとこはチョキンって切ってるパターンです。そうそう、前回のキナ先生のレッスンは受けてしたけど、ポキッとするやつね。濃いすぎね、内臓出せん。素揚げするとき超くる。すごい。ここからこう包丁入れて、それでここ出す。あれ、開かんでいけるけんな。あ、私のシンクがよくなる。最後に袋に入れて、ポイッ、ポイ、早くしてくれ。すいません。許すよ。ありがとう。仲良しですね、なんか。にょあれ違うんですか。すんくん。さっき隣の家ね、階段にね、はい、犬の登ってきよった。マジっすか。全力で犬紅茶2回ガチなやつっすか、ね、ペット禁止じゃないの。ペット禁止結構結構負けるわからんもんね。めっちゃどうアクトリーですね。ほら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 、あ、美味しそう。ほらほら、このお玉が溶けているのは気にしないで。お玉溶けてる。これ溶けてるよ。何があったんですかね。さていくよ、ピチコに分けましょう。こんもとに溶けてる。丸丸でもね、うん、こう、ゆっくりこう、すんくん、タオル、あざす、あざす、ここに入れます。はい、よいしょ。はい、よし、ですね、すんくん先生、すんくん先生、なんかですね、イアンスクローですか。草加減ね、うん、これを縛ったもんね、超草がろうが、そういうのないぞ、やがろうが、草加減ね、これはね、ここに置いとこうか。お気に入り小麦粉ですか。はい、片栗粉でございます。片栗粉でございますね。はい、塩こそをどうしたらいいか、うん、軽く振っておきましょう。あ、うん、あ、ぷっ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 。何ですか、すみません、それ絶対いい匂いするよ、このアラカブ。いい匂いする、いい匂いしないんですか。するよ。揚げるための箸はどこにあるんだ。あ、こちらにございます。お帰りいたします。はい、はい、Thank you so much。 You're welcome。 何がいきますか。そう、先生、油を揚げる、ですね、リードプッキングペーカーが届きました。さっき渡した。あれ、さっき渡したって自分が持ってるんですよね。すいません、プンプン、こちらでございます。はい、ありがとうございます。その前に、あ、だし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 先、だし先、先だし、竹出しじゃんけん。そいじゃーですよ。本当だ。負けますね。
と一旦いきます。フライパンをですね、はい、はい、一発でついた、すごいな。つかないんですか、一発。つきません。みりん、醤油、酢、こっちのボールはこれかな。あら、あ、なんかグダグダスイッチングになってる。いいじゃん。ボールって錆びるんですか。錆びとるね。はい、取れたね。ちょこちょこ洗っとこうかな。はい。はい、どうぞ。疑ってるわけじゃないよ、スン君。そうだよ。これ味噌汁にしちゃいますよ。どれを。あ、もう作っちゃっていいよ。おお、味噌汁。これちょっとさばけとんね。さばけとんちゃうですね。さばけとんね。素晴らしい。やっぱりことはスン君完璧やん。コンビネーションアタックやね、俺たち。コンビネーションアタックですね。これ味噌汁入れすぎたら怒られそう。ラップは取りましょう。はい。みりんって入れたっけ。いや、知らんすよ。みりんって言わせたんですけどね。誰は誰でしょうね。まずはこのアルコールを飛ばします。はい。そうやって一人で作って暮らしてきてたよね。ですね。こしみそがちゃんと味噌臭くなっている。こしみそ、味噌こしじゃなくてこしってやる。おお。大大炭味。ダボダボ砂糖。さあ、ここは2つあります。それね、近所の人にもらったんですよ。もらったの。ここ開けていいと。開けてですよ。あ、もう開けたやつはない感じ。はい、ないです。ナイジェルさん。ナイジェルさんの下の名前。てか、どっちが下の名前なのか。どあれ、上の名前なのか。上って何なの。一人で突っ込みし。砂糖とか入れたっけ。白身ですけど。ああ。ちょっと砂糖を入れます。はい、適当です。なんかもうね、なんか頭の中ホワイト。すみませんね、ケイコさん。俺とスン君今日ね、結構ハードスケジュールこなしてきたんですね。楽しい楽しい。楽しい楽しい。しばし冷まします。それなんかゴキブリの羽とかじゃない。いやいや、今開けたばっかりだね。それないと思う。大好きなのはゴキブリの羽ね。これ何これ。簡単酢じゃん。通常の酢はなかん。ああ、ない。大丈夫。それをパッと適当にこのぐらいかなというね。簡単酢がどんな酢なのか知らんです。知らんです。知らんです。美味しそうですね。美味しいですよ、そりゃ。まともに食べてないのって。そうなんですか。それ食べてないの。ラーメン食って帰ろうとか言うのが。ああ、譲ったけどね。ねえねえ、起きたってどっち。起きて、ほんで横を見たり、ラーメン屋行った。通り越してきてるか。あ、ほんですか。うん。唯一は一軒だけあるラーメン屋。あ、ご飯かけたね。ご飯かけました。ご飯かけた。はい。なんでわかった。え、さっきが言いました。ピースドピーピーってこれそんな機能ないよ。悪気とかもないよね。買ってきました。さあ、なんとさすがこれだ。ひょっとしてなんか作る予定やった。いや、余計にあれ、何番って言ったらさすが、甘みが何なんだ、ズン君。さすが何の、うなぁ、米が出た。米が似合いやった、やんと。ふばたけん、ズン君やるね。スン君やるね。スン君やりよるね。素晴らしいと思います。さすが。すごい。さすがスイッチ。高いなこの音もなんかちょっと心配なんで、これ。
でしょ、うん、思ってうるさいとか言ってね、料理すんなとか言ってるけど、でも喋る音で何ミリじゃないんですよね。洗濯機夜中回してみたっすけど、うん、回してみた、ね、洗濯機夜中回してみたなんか YouTube とかでありそうだね。うなられた近所迷惑っていうね、騒音は自分からピアルそうと思うんだけど、でも隣の人ペット禁止やったって犬飼ってるっていうね、あの散歩から帰っていく人は目撃してもた、さっきまでね、あの向こう車の中でちょっとだんだんテンション変になってきたもんね。行き道ね、二かとき何も言葉はあんまりなかったけど、帰りからだんだん言葉が増えてきて、あのおばあちゃんの時にちょっとねギアの入ったね。あ、おばあちゃんギア入ってましたね、なんかね。いや、ちょっと待ってください、やっぱまた話が飛びますから。あ、そっかそっかそっかおばあちゃん関係なかった置くとこナイジェルナイジェルさん、ナイジェルさん見よったら嬉しいか嬉しくないか、微妙なめっちゃ怒ってはります。絶対怒らんでしょ。英語でコメントはしてくれちゃうもんね。あ、してやらせてますね。ナイジェルさんの動画綺麗に作っちゃうもんね。うん、ちょっと正反対、かっこよかいですよね。ちょっとかっこよかいよね。うちのかっこよくない、かっこよくさはいらん、これさはいらん、口にくりんだ、意味のわかる。いかん。勝ったよね。完全に。かっこよさはいらん。かっこよさはいらん。何にしようか。でもいつも言われるのは素のままでというふうに、そうですそうです、ね、うん、本当はすごく、トゥ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 、私でいいかな、トゥ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 、それ何やったっけ、ありのままでやったっけ、素顔のままでか、それ分からん。え、中島美嘉、あの人いかやん。ああ、すごい、ね、こも油のままぶっこんぶっちゃう。へー、あ、すごい、ジューって言ってる、すごいじゃん、ブヨー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 、ちょっとツバ飛びをかちょっと、ちょっとなんか編集しないなっていう大丈夫よ、ツバ飛んだけど大丈夫ですね。あ、美味しそう、めっちゃ美味しそう、この熱かうちに本当はだし場冷ましときんた一気に浸透するというね。で、ヒエトじゃないですか、これなんかおかしかなと思ったんですよ。なんかおかしかなと思ったんですよ、これ大事だから2回言いました。ドーン、あー、いい匂いですね。ドーン、ドーン、ほら、来た、これ、あーあー、なんかそのタレの中入ったらえらい香りの立つですね。タレの中入る、こんな感じ使えたか、この中に食うことや、あの、あ、服着たまま使った、この中にお前食いもんか、お前は機械があったら、機械何もんかはい、はい、もういいそしたらこいでパブリーズの、あ、そうか、水量買わずにパブリーズ持って考えた。パブリーズ、なんか臭いんですか。パブリーズね、はい、なんかね、前置きになるらしく、除霊になるらしく、浮くよね、すごいですね、パブリーズ除霊ちょうどいいタオル、こう置かれんね、お願いしますこの中に揚げたてって美味しいんだよね。へ、うん、僕は2個でいいよ、全部僕が釣ったけど僕は2個でいいよ、僕は肉全部釣ったけど2個でいいよ。美味しそう、美味しそう、美味しいに決まってるじゃないか、多分美味しい、真面目しとらんけど大丈夫大丈夫です、うん、完成です。これ出しなきゃ、南蛮漬けつける、南蛮漬けをつけられる、うざいなえ、またポイントです、はい、完成、南蛮漬け、おいしそう、あらかぶちゃん、いい出汁出てますよ、いい出汁、この油が浮いてる感じすげえ、いいですよね、いいですよね、そういう油の飛んでから油の音わけがない、横に油があるからあー、ビル、ビルやかった18、あー、これ18出したら、大丈夫ですか、大丈夫ですよ、この人、あ、エロ本ですか、3月のライオン、全然エロくないですね、デザさん、シュやったー、あー、いい、やった、オイルのおやつ、おしまさん、どれが良かったの、
あ、なんでもいい。お茶にしましょう。お茶にします。ツンクッチ楽しくな。早かったですね。すべては両足軸と。こちらいただきます。結構たんそうでしょ。そうですね、はい、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。これね、あんまどんどん続き関係ね、えーって言われるよ。さあ、はい、じゃあ南蛮漬け。じゃあ南蛮漬けどうぞ。お二人先に行きますか。多分味薄か。頑張られた。すんくん、これ正直ですよ。これ何もしとらん。骨ごといけるんですか。うん、骨ごと、もうバリバリ太い。マジですか。じゃあ行こうかな。じゃあ二人一緒に。はい、いいですか。はい、玉ねぎも一緒に絡めて。はい、はい、どうぞ。うん、うまい。うまい。どうすか。うまい。揚げたてマジでうまいですね。うん、揚げたて本当に美味しい。ね、揚げたてうまかった。うん、どうすか。うまいですね、やっぱあの、うん、なんですかね。油は出てくる感じ。こう油っすけどね。そう、油。ザクザク言ってます。ザクザク言ってます ね, ザクザクますね。うん、いつもふにゃふにゃしてるのばっかり食べてたので、うん、そうね、うん、しかろ、サクサクが美味しいんです、うんうん、じゃあそれ味噌汁ばシュッて吸って。すいません。ビールを飲む。もうね、もう仕事じゃないわけね。安定して美味しいですね。これは間違いないですね。やっぱ出汁の効いと、出汁の効いとね。そうですね。そうですよ。ガバイ効いと、やっぱり、ね、荒川は王道よね。うん、間違いなく。最後に一言。めっちゃ美味しかったね。南蛮漬け家でも一回してみてください。ぜひぜひ。はい。醤油ちょっとね、もう少し入れた方がいいと思う。酢も普通の傷の方がいい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おっと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 、これだよ。これ偽物つったやん。これ偽物つったっすね。よう見とってよ。行くわ、ワイヤルフトが高くてきつい。パソコンで見られている方は四角い枠のチャンネル登録、スマホから、携帯スマホから見られている場合は画面の下の方、赤いチャンネル登録のそこを押してください。チャンネル登録お願いします。